一番好きな技は、フートン螺旋手裏剣。螺旋手裏剣。まあ、もうほとんどここにあるものはみんなあの自分の手元に持ってってるんでだいぶ数は少なくなってますけど、一応ナルトチームが資料として使用するナルトのコミックや各アニメの資料、そういったものがここにひとまとめに置いてあります。過去数年分の掲載された少年ジャンプ、 V ジャンプ、あとナルト関連の今までの資料、全部ここに置いてあります。あの海外の熱狂的なファンはうちのホームページにもあのメールを送ってくるんですよ。で次の要望でこうしてくれとか、あとそのアメリカやヨーロッパの方でもナルトを好きな人たちのウェブサイトっていうのがあって、そこでストームの1はこうだったああだったみたいなことを書かれてるものをアメリカからもらったりしてるんですね。で日本のユーザーのそういうそのコメントっていうのは当然我々いろんなところでインターネットを見てますんで、あのそうやってまあいろんなお客さんがまあ言うと無責任にいろんな発言されてるものも拾って、じゃあ今作ではどうしようっていうのは常々やっぱ話し合いをしながらあの開発の方は行ってます。だからアンテナは立ててますよ。そうですね、ナルトのファンですね、そう、うん、私にとってそうですね、いやもう今となってはもう本当に生活の一部ですね。起きて寝てる時も起きてる時もやっぱりナルトのことしか考えてない状態で、いやーなんて言ったらいいんでしょうね、夢にまで出てくる感じですね今。はい、サイバーコネクト2って書いてある。岸本先生ありがとうございます。感じですね、もう朝から晩までナルトのことを考えてる感じです。もう休みの日もナルトですね。もう寝る時ぐらいは、まあ、しっかりと自分なりの夢を見たいなとは思いますけど。まあ、これ世界を代表して、言いますけども、我々は多分世界で2番目にナルトを愛している、人間たちだと思ってます。まあ、一番はね、言わずとも、岸本正史先生が、まあ、一番なんで、その次に我々はナルトを愛している、チームだと思ってます。